鎌倉殿の13人、13人の意味と二代目鎌倉殿頼家の運命についてお話したいと思います。まずですね、13人の意味というのは、二代目将軍鎌倉殿である、頼家がですね、18歳で家督を継いだんですけれども、その18歳の若くて経験が浅い頼家に、鎌倉殿の仕事を任せるのって不安だよねっていうところで、13人の御家人が集まって集団指導体制を取るというところが、この13人の合議制のスタートになります。ただこの13人の合議制、残念ながらわずか1年、1199年に始まって1200年には解体されてしまうんですね。で、これっていうのが、まあ、頼家の運命をですね、すごく決定づけることになるんですけれども、この二代目鎌倉殿、源頼家もですね、1199年に、家督を18歳で継ぐんですけれども、2004年、5年後ですね、23歳で暗殺されてしまいます。これというのはどういうことか、その13人の合議制の中のですね、権力争い、派閥争い、それに伴う暗殺、争いごと、こういうものに巻き込まれていくわけですね。で、どういうことかというとですね、まあ、頼家には兄弟がいまして、実朝という兄弟がいます。で、頼家は、後ろ盾が比企氏ですね。実朝の後ろ盾は北条氏。この北条氏と比企氏の代理戦争のような形の争いごとに巻き込まれていくわけです。これ、両方とも北条政子、小池栄子さん演じる北条政子の子供にはなるんですけれども、こういった後ろ盾を、連れて派閥争いをしていくわけです。ただ、頼家にはですね、最も頼りとしていた梶原景時、中村獅童さんが演じてますけれども、この梶原景時、残念なことに、1199年頼朝が死んだ直後にですね、一族、滅亡させられてしまうんですね。これは以前ですね、上総介広常の動画の時にお話したんですが、いわゆる梶原景時がですね、まあやってきたことに対して他の御家人たちが反発をしてですね、その御家人たちに滅ぼされてしまうんです。これがまあ上総介の怨念、恨みなんじゃないのみたいに私は考えてはいますけれども、まあ、つまり頼家からすると、非常に、信頼していた梶原景時がいなくなってしまう。それと同時にですね、比企氏も、北条氏によって滅亡させられてしまうんですね。で、当然梶原景時とか比企氏とか、この13人の合議制のメンバーが死んでいく中でですね、この13人の合議制自体もわずかたった1年しか持たないんですよ。たった1年です。で、まあ、そのたった1年間で、この合議制が解体されてしまって、その後はですね、比企氏を滅ぼした北条氏が、最終的にこの頼家をですね、二代目鎌倉殿の頼家も滅ぼしていくわけです。伊豆の修善寺に追いやって、伊豆の修善寺に、いた頼家と頼家の息子をですね、まあ、時期は違うんですけれども、殺していく、暗殺していくということになります。今回のこの大河ドラマ、主人公北条義時、小栗旬さん演じる北条義時がこれからどんな悪い人間になっていくか、ここが一番の見どころなんではないかなと僕は思ってます。通常大河ドラマの主人公ってなんかいい人、素晴らしい人みたいなイメージがありますけど、今回の北条義時は違います。どんどん悪くなっていきます。さあ、三代目実朝どういう運命なんでしょう。楽しみです。では皆さん楽しんで見ていきましょう。ご意見ご感想お待ちしてます。